聞かせてください。長崎としては今のところリードは奪えてないんですけども、一つ挙げるとすればやはり早めに潰していくディフェンス、これがうまくいった印象ありましたよね。明治安田 J2 リーグ、このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。ピッチとスタンドの距離が近く、アウェーを戦う対戦相手、ホームサポーターの強烈な重圧を感じざるを得ないでしょう。この時間はビファーレン長崎対横浜 FC、 こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。サイド紹介です。左から右に長崎、画面右側が横浜 FC、 カプリーニ、さあカウンターを仕掛けます。来たか、来た、これはスペースを狙う、ここはキーパー処理しました。パスを出したんですが追いつけませんでした。有利、エジガルジュニオが受ける、スルーパスを狙う、これはどうだ、さあ勝負、開いた、フリーだ、シュート、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外、奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。有利、前半の中盤に差し掛かりましたがまだスコアに動きはありません。岩竹、山根、もう一度組み立てます。ンドカボニフェイス、岩竹、岩竹からの長い縦パス、カウンターですよ、ここは繋がりません。横浜がここでファールを取られます。新井、秋野、これは合いません。カプリーニ、このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。ここは競り勝ちます。長崎、カウンターを仕掛けていきます。スルーパス、見ていきましょう。サイド紹介です。左から右に長崎、画面右側が横浜 FC、 カプリーニ、さあカウンターを仕掛けます。来たか、来た、これはスペースを狙う、ここはキーパー処理しました。パスを出したんですが追いつけませんでした。有利、エジガルジュニオが受ける、スルーパスを狙う、これはどうだ、さあ勝負、開いた、フリーだ、シュート、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外、奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。有利、前半の中盤に差し掛かりましたがまだスコアに動きはありません。岩竹、山根、もう一度組み立てます。ンドカボニフェイス、岩竹、岩竹からの長い縦パス、カウンターですよ、ここは繋がりません。
横浜がここでファウルを取られます。新井、秋野、これは合いません。カプリーノ、このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。ここは競り勝ちます。長崎、カウンターを仕掛けていきます。スルーパス、見ていきましょう。サイド紹介です。左から右に長崎、画面右側が横浜 FC。 カプリーニ、さあカウンターを仕掛けます。来たか、来た、これはスペースを狙う、ここはキーパー処理しました。パスを出したんですが追いつけませんでした。有利、エジガルジュニオが受ける、スルーパスを狙う、これはどうだ、さあ勝負、前空いた、フリーだ、シュート、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、そういった意思が感じられますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。有利、前半の中盤に差し掛かりましたがまだスコアに動きはありません。岩竹、山根、もう一度組み立てます。ンドカボニフェイス、岩竹からの長い縦パス、カウンターですよ。ここはつながりません。横浜がここでファウルを取られます。新井、秋野、これは合いません。カプリーノ、このゲーム両チームここまでまだスコアレスの展開です。ここは競り勝ちます。長崎、カウンターを仕掛けていきます。スルーパス、武田、武田へ、福森、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。まだスコアレスです。北澤さん、前半の印象を